1988年、バーミンガム賞にジャガーが展示したスーパースポーツのプロトタイプは、1991年東京モーターショーで XJ220 として発表された。 XJ220 という社名は、市販車として当時最高の時速220マイルを実現するという意味から付けられている。ジャガーは XJ220 の生産を TWR との合弁会社であるジャガースポーツに委託した。 TWR はジャガーのグループCカーの開発とレース運営を担当してきたチームである。プロトタイプのエンジンは自然吸気 V 型12気筒エンジンだったが、東京に現れた XJ220 はグループCカーとしてサーキットで活躍した XJR11 の 3.5 リットル V 型6気筒ターボへとエンジンを置き換えていた。シャシーはアルミハニカムとカーボンケブラーのコンポジット構造で、レーシングカーそのもの。車体下面にはグラウンドエフェクトを生み出すアンダーパネルまで組み込まれており、 XJ220 はメカニズム的にはまさにロードゴーイング版グループシーカーだった。一方、内装は最高級の素材を使ってジャガーらしい高級車にまとめられていた。あくまでもジャガーは XJ220 を市販スポーツカーとして位置づけていたのである。1993年、ジャガーは XJ220 をル・マン24時間レースの GT カー部門に投入した。ステアリングを握ったデビッド・クルサード、デビッド・ブラバム、ジョン・ニールセン組は無事24時間を走り切り、 XJ220 をクラス優勝に導いたのだが、排気系の車両規則違反を問われ、1ヶ月後に失格裁定を受け、その成績は記録に残らなかった。その後も XJ220 はスポーツカーレースの名門チームチェンバレンからル・マン24時間を含む GT レースに出場している。